中尾春日です。中尾ゆずきです。よろしくお願いします。姉妹なんですよ、はい、お二人は。お姉ちゃんは私です。はい、二人はあの LPGA の、はい、ティーチングの資格を持ってて、まあ、今のツアープロを目指して頑張ってます。はい。そんな感じで、まあ、ディンゴルフ恒例 の、 あの対決企画がありまして、勝ったら5万円もらえます。はい、頑張ります。負けたら0円です。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、したらですね、はい、いよいよ残り3ホールで、早い。今ポイントははるちゃんが2で、はい、ゆうちゃんが1、はい、はい、です。はい、で残りがあのパー3パー4パー5です。なんで、まだまだ分かりません。ウェアが何ですか、そのはるちゃんのウェア。ノエルレオシールっていう新しいウェアですね。あ、一緒ですか。はい、はい、あ、サポートしていただいて。へえ、私はそうです。あ、すごい、なんかおしゃれですね。はい、私服でも着れるゴルフウェアって感じなので。あ、そういうのに出してるんだ。実はこれ後ろもこういう生地なんで、めっちゃあったかい。絶対性あったかいですね。はい、すごいあったかいね。おあ、これね。そう、ゼロフィットさんとのコラボ。え、すごい、すごいですね。そうなんです。めっちゃこれもあったかいです。うーん、男女兼用、ユニセックス、男性を出してるんだ。はい、おー、結構こんなんだろう、お揃いコーデとか、あのカップルでとか、そういうのもできる感じになってますね。なるほど。ちょっと多分ファッション大好きな方は気になるかもしれないんで、調べてホームページとかあれば、これも貼っとこう。URL 貼ってるんで。あ、そうなんですね。そこからお願いします。かわいい、うん、でも被らないから。確かに、チェックしてください。お願いします。ありがとうございます。132って言ったっけ。132くらいまで。寒いから飛べないな。うん、スレス結構前飛んでった。左やったかな。うん、グリーン難しいね。なんかマンゴーイな。結構グイン。なんかさ、スライスするんかと思うやん。こっちも。フックかなと思ってんけど、ゆずくんなんてそれすらや最後と思って、うん、でちょいだけにしたい。切れたね。自分を信じて。いや、自分を信じたけどあかんね。もうショートいいんやけどな。マジずっと長いんですよね、パーフォーム。しっかり、しっかりあるんですよね。長い。9番とかで打ってないの。これだと試合の
ぐらいですね。はい、ありますよね、しっかり。だって7番円より下打ってないもん。7番屋打ちます。はい。乗ったよ。乗った。よかった。なんか今日こんなにしか落ちてない。あのバンカー越えたのに、なんか今日こんなラインしか結構今激しかったですよね私シャンクするんだけどロッタリー結構難しいね、足場が、うん、雨上がりだから受けもあるけどさ、結構ラフ薄いじゃん、部屋も薄い、うん、なんか横幅広いですけど薄いですよね。そう、距離があるからやっぱ長い番手持たされちゃうから結局ね、難しくなりますよね。私半年前ぐらいまで7番やったけど釣ってなくて、へえー、釣ってないかぐらい当たって、あ、そうなんだ。うん、多分ピーチは今日難しいと思う。雨やしさ、明日からめっちゃ危ない。パーセーブですね。はい、見た、朝日の転がり、ポン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 行ったね。行きます。ここのゴルフ場は初、初めて、あ、初めてです。あ、難しいですね。あ、いいポジションが今日すごい、うん、そんな感じする。はい、あとなんかグリーンもなんかこう、なんていうの、平らがないっていう、あ、そうですね、なんかその地形を、はい、なんかかっこいいネット生かした感じそのまんま、そのまんまのところにグリーン作ったみたいな、結構広大なところ、うん、なかなかバーディーを取らさせてくれないような、そうですね、ね、乗ってもね、乗ってスポンと入るって感じじゃないの、悔しいな悔しい、ファーで長っ、ここ長くないですか、ここ101って書いてるけどめっちゃ長く見える、なんか長く感じる、まっすぐがないね、
イする？うん、まあ、フェアウェイだから。これ打ちにくいな。やろ。違うんだからさ、まっすぐがないねん。これ打ちにくいな。うん、ちょっと無理やけど、左がね、うん、ちょっと怖い。1ポイント差だから、はい、このホールがダブルアップなんで。そうですよね、勝った方が勝ちになっちゃう。うん、引き置きがないっていう感じで。スプーンで頑張っていきます。なんか今日こんなラインばっかりですよね。うん、うん、いいんじゃないですか。いいですね。ここ横広いですけどね、なんかこうむずいっすよね。なんか地形そう、なんかナイスショットしてもなんかナイスショットになんないみたいな。3番ウッドではいかずに5番ウッドにした。真ん中の入らかないよね。うん、だからもちょっと3で打ちたかったけど、安全に、安全にピン奥だし。そう、すごいフェアウェイがうねってます。痛いなぁ。7です。7番屋で打ちます。5、9番で打ちます。言うの方が怖い。でもな、めこっちに乗っけといたらよかったんやわ。でも知らんやん。めっちゃこうやん。やられた。さにやられた。もう一点。入れちゃって。頑張ります。入れて、いって。止まっちゃった。でもまあまあライン良かったよ。うん、OK やからな。一応一つ。うん。これ打ちたくない。ほんまに。ナイスです。やるの、やっといたらもう勝っちゃうけど、外しか思ってないけど。
スです。ありがとうございました。お疲れ様です。バーディーなしやったね。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。リンゴルフアレンジマッチプレー対決、中尾春日選手と柚月選手、結果を発表したいと思います。はい、春日選手が2ポイント、はい、で柚月選手が1ポイント、はいはい、で勝者はお姉ちゃんです。イエーイ、ありがとうございます。でもバーディーちょっとなしな、悔しいな。うん、難しかったですね。うん、でもやっぱ距離がやっぱちょっと長ね、そうそうそう、なかなかこう短い番手を持たせてもらえないのと、うん、でもなんか見てて、はい、まあ、僕がこうひょなんていうあれではないんですけど、なんかそのどうにかこうにかパーにしたっていうよりも、はい、バーディー出ないね出ないねっていうような感じの、なんか安定しちゃったねっていう、はい、まあ おもんないってやつに出た。悔しいな。ダメですね、うん、でもやっぱ初見でこんだけ長いコースで、はい、さすがです。もうちょっとバーディーリベンジしたいです。であと晴れた日とかね、はい、またちょっと機会があれば、はい、はい、もちろんです、もちろんです、はい。まあそんな感じでちょっとまあ、僕も兵庫に初めて来れてちょっと面白かったんで、はい、またはい、ぜひ、はい、またよろしくお願いします。お願いします。はい、します。はい、じゃあこんな感じで今回は終わります。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ。